今日はボブのデザインから、ウルフレイヤーのデザインを作っていきます。顔周りのバランスの作り方と、全体のウェイトの位置ですね、あと毛先のニュアンスなどがポイントになってきます。日々の仕事の中で、昨日より今日の方が、アップデートしていたいという気持ちの繰り返しでそこまでいったような気がします。まず切る前に完成図をイメージして、そこにたどり着くようなイメージの仕事をしています。